Oui, bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette aventure sur World of Final Fantasy. Donc la dernière fois, bon, on s'était aperçu qu'il y avait quand même une suite, donc on a continué un peu le jeu. L'histoire a été réécrite à partir du moment qu'ils sont rentrés dans le Sacrarium, donc c'est comme si que ce qu'on avait fait dans le Sacrarium ça avait servi à rien en fait. Donc on va essayer de continuer. On était parti à la fille de l'autre côté de la porte pour faire des. Enfin des. Aider dans l'histoire. Donc du coup on va continuer à faire ça. Donc du coup on se retrouve tout de suite sur le jeu. Ink start. Voilà. Alors. Allez là. 時と夢の狭間にようこそ。どうする？どの魂に触れる？ Alors, qui c'est qu'on va faire cette fois-ci? On a fait tout ça. Celle-là, on l'a fait. On va faire celle-là qui peut qui est niveau une étoile. On va faire une étoile en premier, comme ça on aura tout fait. Il me semble que c'est la première qu'on fait de toute façon. 今はまだ考えても仕方ないかな。それより町の行き来が面倒すぎるのよね。魔法とかでここに氷の橋ってかけれないかな。ふっ、うん、って私ブリザード系の魔法使えなかった。Ouais, d'accord. Hashi jato? Bah, à l'eba machi no ikiki mo rak jaro ga. Koori nanka ja gyaku ni abunai daro ni. Bah, so desu yo ne. Koori no hashi. Oh, so ieba, izen koori no hashi o tsukuru mirage no hanashi o kiita koto ga. Honto desu ka? Tashika Corneliaにおるシバとかいうミラージュじゃったかな。Voilà. あ、いや待て、そもそもあそこに橋なんぞかけたらここに泊まる客が減るのではないか。それは困るかもしれん。ちょっとレフィア、人の話を聞かんか。こんなところまで付き合わせおって。私一人でもいいって言ったのに。おい、シバトやら、ここにおるならそろそろ姿を現せ。私を呼びつけるなんて、凍らせてオブジェにして飾ってあげましょうか。やっぱやめ。いい男一人いないなんて、私に用はないわ。じゃあね、お前の都合など聞いておるんだ。少しお願いがあるんですが。お願い？氷の橋？はい、あなたならそれが作れると聞いて。それ得意なのって私じゃなくて他のやつなんだけど。おお、できぬのか。まあその程度の魔力しかないのなら仕方ないじゃろ。じゃ帰るとするかレフィア。え？ちょっと待ちなさい。誰ができないって言ったのよ。今言ったじゃろ。それ私のことじゃなーいって。小物の言い訳は見苦しいの。そんなこと言ってないわよ。しかも私に向かって小物こ、うん、人間どもが。ちょっと待って。カンパーサー、アリー。しなさいよ。橋くらいかけてやれって。俺は助かるし。はあ？なんで急にあんたたちが現れるのよ。よくわかんないけど、バトンタッチみたいな。本当に全く全然よくわかんないけど。Voilà. Ne peut pas te capturer, d'accord. Bon, pas là. Pourtant, c'est assez logique que le feu.Voilà. Un coup.
C'est même pas marrant. Non, mon mendo. Wakatta wa yo. Soko ni hashi o kakete ageru wa yo. Mattoku. Arigatou gozaimasu. Bon. これでサロニアまで楽に行けるようになりましたね。そうじゃな。って、だからここに橋ができたら宿の客が減るではないか。いかん、壊さなければ。ちょっとシェルロッタ、落ち着いて。エラー。Du coup, on peut valider la quête. Voilà. Ça, elle est validée. Ça, c'est déjà fait. Et on va faire celui-là. Chasser le naturel avec des araignées. この先の道は長いですよ。そこの宿屋で休んでいきましょうよ。いや、まだ疲れてないから大丈夫ですよ。今日中にここを越えたいし。面倒な。急に力が。おっと、思わず正気を奪ってしまった。まあ、若者はこのぐらい血の気を抜いといた方がいいっすよね。おい、逆引きの調子はどうだ。あ、猫。今ちょうどお一人様をご案内するところでしたよ。ん？なんだこいつは。魂が抜けたような顔をしてるが。聞く？いやー、腹ペコなんじゃないですかね。早く宿に連れてってあげましょう。そうしましょう。ふむ、そうか。リフィア、こいつを宿屋に運んでやれ。私とアンデッドセレブは例の場所に向かう。はい、では気をつけて行ってきてくださいね。場所って何のことです？ああ、この先にまた厄介なミラージュが現れたそうでな。昔のお前みたいに神器臭いやつらしいから、とっとと排除してやりたいんだが、お前も付き合い。昔の私みたいに神器臭い。えらい言われようです。シクシク。いいから行くぞ。ああ、待ってくださいよ。この辺っすか？へえ、土の湿りがちょうどよくて怨念をためるのに適した地質ですね。そうか、この辺はお前みたいなミラージュが住み着きやすい場所らしいな。誰だ、我の邪魔立てをする者。この地は渡さぬ。のは感心するけど、もしかして私がお金渡さないのに抗議した。分かったわよ。はい、一ギル。わーい、これで欲しいものが買えって。姉ちゃん、これ何も買えねえよ。くらって来ちゃったの。この話終わりなの。ne peut pas être capturé, donc le feu et le vent.Ça tombe bien, je voulais l'essayer. Voilà, déjà fini. すっごく怖いミラージュでしたね。私の怨念の日じゃなかったっすよ。しかし最後はちゃんと消え去っていったな。ええ、そうっすね、うん、お前はなんでああいう風に潔く消えないんだ。なんでそんな切ないことを。私、いらないコスか。うむ、
まあこき使っていればそのうち成仏するだろう。いや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 、私はまだこの世で生きていこうかと思ってるんですよね。帰ってさっきの客を接待するぞ。はい。私芸とかあるし結構役立ちますよ。ほう、例えばどんな。例えば陶芸とか。ふれガキせ役に立て。Pauvre princesse zombie. Hey. Alors, ensuite. Voilà. Deux là, là, un. On va aller faire celle-là. ça va assez vite de toute façon. いや待て、二人とも、いつから私をそんな風に呼ぶようになったんだ。いつからって、やだな、今さっきだよ。世間では仲良しは相性で呼び合うものだって聞いたクポ。だからそうするクポ、トンピ。待てお前ら、ツッコミどころが多すぎだ。じゃあ例えば、私がお前らをサボッチ、マーゲリンなどと呼んだらどうするつもりだ。どんとこい、どんどん。オッケークポ、トンピョン。わかった、もう何でもいいが、ブーブー泣きたくなるような名前は勘弁してくれ。ほう、なるほど。霧を媒介にして、たとえ異界でもつなげてしまうこの不思議な闘技場が、突如巻き起こった原因不明の混乱によりミラージュたちが暴れ回っている。ノクポね。解説ありがとう。そういうことなのだが、よかったら二人の力を貸してほしい。Alors, bien long là. Sabotin, Morgulin. Oh ah ah! Wa gatta no. Ofuna ni itta tsumori de iru kai. Mochiron kupo. Minna nakama kupo. Ah. Arigato. Ah là.C'est temps. Je vais faire ça. Nec noir, nec blanc. J'ai un quart de gobelin, je sais plus si j'en ai. J'en ai pas. Lui conférer les effets bénéfiques bouclier, d'accord.Oh non! J'aurais dû lui faire après d'avoir battu deux autres. Bon, c'est pas grave. Ah, de toute façon, il y a des autres combats, mais ça va.Attaquer le nez blanc, là, acuité sur la griffe droite, parce que je sais plus si j'en ai une. C'est
s'agit aussi. Yatta na. Yokatta. Encore un. Ah ben. Quitter sur le Harimal. Cécité. D'accord. Bon, déjà. Mais non, mais c'est pas possible ça. Alors ces cités, c'est quoi déjà? Ça fait quoi l'anticipation, d'accord? Ces cités pour le gland. Capturé, voilà. Compétence extravent, mauvais œil, coup de patte, frayeur diabolique, décèlement, cauchemar prolongé. Bon, ben, ça va. Alors, validé, garde actuel, valide. Et on l'envoie dans la malle. しかし、このミラージュたち、まるで何かから逃げているように感じないか。ただ暴れてるだけじゃないクポ？確かに、まるでこちらが追いかけているような錯覚に陥るでありますな。だいぶ手ごわいミラージュが増えてきたな。はあ、ひ、ふい、さすがの私でも足に限りが見えてきたかも、ですな。は、合体クポ。合体？そうクポ、あのデコボコ兄弟みたいに積み上がるクポ。確かに、あやつらはそうやって強くなってるですな。ふん、では順番はどうする？それはリーダーが決めるクポ。ちなみにリーダーはじゃんけんで決めるクポ。いつも船長とやってるクポ。じゃんけん。じゃんけんクポ。はて、これは誰が勝ってるのやら。そもそも我らの手では。やったクポ、モグの勝ちクポ。は、え、ということでリーダーのモグが順番を決めるクポ。まあ、いいか。さあ、行くクポ。少々、頭がかゆいですな。動けん。こ、なあ！もう、本当にこれ師匠の修行なの？人の声だと。サマーソルト！たちが逃げ回っているのはあの娘が原因ではないですかな。そのようだ。よし、あの子を止めるクポ。何言ってきたって負けないわよ。メテオストライク。強い。これでは。みんな耳を貸すクポ。よし、やってみるでありますか。うん、行くぞ。私はここだ、格闘少女よ。また出たわね、サボテン退散。さっと、え、避けた。懐かしくも感じるぞ、この焼き鳥。あ、いやいや、やりとり。さあ、c'est un peu long quand même cette fois-ci, j'ai l'impression.
ツオです。私がトンベリです。それちょっと痛かったわよ。今だ。クーリプルモグスペシャルクポン。見事成敗。この子はグリモワルに返しておくとしよう。どうやら最強コンビここに誕生クポね。ですな。お茶飲む？Allez. どうする？Suivante. どの棚？De précieux alliés. Hop. Comme ça, on fait toutes les dernières étoiles. Après, on fera toutes les deux étoiles. Bibi, お前はセイバーとして目覚め、連邦と手を切ってフィガロへ来てくれた。しかし。お前たちクロマ兵がもともと連邦側だったことをよく思わない者もここにはまだたくさんいる。それでもフィガロに忠誠を誓えるか。エドガー、僕うまく言えないけど、連邦のやっていることを知れば知るほど正しいとは思えないんだ。ここで何ができるかはまだわからないけど、エドガーが守ろうとしている人たちに信頼されるように頑張りたいって思うの。よく言ってくれた。ではこれからよろしく頼むぞ。エドガーさん、またクロマ兵に出撃命令ですか。ああ、彼らのおかげでお前たちを休ませることができるようになった。ありがたいことだ。そういうことではありません。エドガー様は彼らを信頼しすぎです。ミラージュとして生まれたクロマ兵は敵のスパイかもしれないのですよ。我々がしっかりと監視をしておきます。エドガー様も簡単に彼らに心を許さぬようお気をつけください。やれ、スパイとは。まっビビならきっと大丈夫だろう。あ、兵士長さん、こんにちは。見回りですか。お疲れ様です。お前はちょうどいい。言っておきたいことが。そうだ、さっき外で摘んできたお花、お裾分けです。ああ。フィガロって砂漠ばかりかと思っていたのに、綺麗なお花も咲いてるんですね。こんなに綺麗なお花が咲いてるのも皆さんがお城を守ってくれているおかげですね。あ、そろそろ訓練の時間だ。それじゃあ失礼します。花綺麗だな。ビビってなんかこう憎めないよな。クロマ兵のおかげでフィガロの守りもますます固くなったし、ほんとありがたいよ。俺は別にクロマ兵の実力を認めてないわけじゃない。ただみんな素直に信じすぎるのは危険だと。あ、兵士長さん、そこはさっき掃除しておきましたよ。でも気になるならもう少し掃除します。ああそうか、ご苦労だったな。ここはもういいかな。今日は休みなさい。はい。兵士長さん、こんにちは。あれ、ここ少し破けてる。後で縫っておきましょうか。ありがとう。兵士長さんの手、大きいな。兵士長さん、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 兵士長さん。なんなんだこれは。最近何をしていてもビビが頭から離れない。
そうだな、男らしく認めよう。あいつはフィガロにとってなくてはならない存在となっている。エドガー様の目は正しかったということだ。こんな短期間で俺の心をつかむなんて大したもんだ、ビビ。エドガー様、また黒魔兵に出撃命令ですか？ああ、今回は黒魔兵たちの遠距離魔法で対抗するのが一番だと思うんだ。お前の気持ちもわかるが、ビビたちのことも少しは信頼してやって。そういうことではありません。なぜ黒魔兵だけにそんな危険な任務を出すのですか？え、もし彼らを失ったりすればフィガロの大いなる損失となるのですよ。我々兵士部隊も出撃援護します。準備いたしますので失礼します。一体どういうことだ？エドガ、黒魔兵はいつでも出発できるよ。ビビもなかなかやるな。え？いや、なんでもない。ビビ、今日は兵士部隊も一緒に出撃だ。遅れを取るなよ。はい。やはり私の目に狂いはなかった。彼らはフィガロのいい友人になりそうだ。しかし、一体ビビは何をしたんだ？Bon, c'est... il n'y a rien eu à faire. C'est pas marrant, ouais. On va passer sur les deux. Voilà. Comme ça, on aura tout fait, on fera tout comme ça. Yoshi, au mail, t'as-tu? Kyoga, nan, no, hika, au bois, t'es le gars. Gekoku, jo, no, hiku, po! Oh! Kaizok, se, kayo, a Gekoku, jo, to! Chikara, aru, mono, ga, o, kashira, da!さあ、今日俺に挑戦するやつはいるか？今日こそはモグがお頭になるクポ。おうおう、いつにも増して威勢がいいな。今日はどんな手を考えてきたんだ？太古の金珠を手に入れたクポ、戦場覚悟クポ。クッポ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 。どうした？クポ、クポポーだった。クポー、誰だ？これなボケイフリット。強制召喚したやつだ。クポ、召喚呪文だったの。クポだったの。クポってお前知らないで使ったのか？貴様か、我を呼んだのは。下克上の人、なかなか楽しそうな日ではないか。ならば我が相手だ、人間よ。この国、貴様らも全て我の配下に置いてくれよ。ちょっと違う、クポ、あんたはモグの。力のあるものが奪うのだろうが。ラスト、さあ行くぞ。上等だ、来い獣野郎。俺らも下克上等だ。どっちが強いのか決着つけましょう。オッケー。
le capturer. Non, dommage. Du coup, je n'ai pas utilisé de l'eau. Bah voilà. Une attaque encore. Rapide quand même à faire. Alors, c'est celui-là qui était à 2. Donc lui, le trésor. それでリュックとやら。お主はどこに向かっておるのじゃ？そりゃもちろん宝島だよ。ほう、そんなものがこの下界にあるとは初耳じゃな。宝箱だらけの楽園みたいな島なんだ。海流が激しいから泳いではとっても行けなくてさ、アダマンに会って助かったよ。危険を犯してまで行きたいとは。そんなに宝探しは楽しいものかの。もちろん。私が生まれる前から眠ってた宝たちが長年の時を超えてこの手に。感動だよね。感動か。久しくそんな感情は忘れておった。羨ましいな。そう？じゃあアダマンも一緒にトレジャーハントしようよ。わしはこの下界から出て生きることはできん。だからこそリュックの自由な生き方が羨ましいのかもしれんな。そんなもんかな。あ、見えてきた、あの島。ラウェイ、カメン、パメルデカフラ。お安いご用じゃ。帰りはどうする？こんだけお宝があるんだし、海を渡る手段もきっとあるよ。そうだ、アダマもなんか持ってったら。そこの宝箱には何が入ってるのかな。ゲミミキ、アイスバンドテイキ。リュックよ、加勢するぞ。ça c'est bon, j'ai fini, voilà. びっくりした。こういったこともあるのじゃな。まあたまにね。それでもお主は宝探しを続けるのか？もちろん。だって私は生粋のトレジャーハンター。お宝が私のこと待ってるんだもん。そうか。
では気をつけて旅を続けられよ。じゃあハンターか、ずいぶんと楽しそうじゃったな。我の眷属もリュックを見習い、冒険の旅をするのも良いかもしれん。頼めるかな、ミラージュ使いの兄弟たち。はい、je déteste les éclairs. C'est bon, les éclairs. Bon. Ah, du coup, c'est la suite.でも、あ、宝箱がそこにある限り諦めないんだから。だー、やっぱり。Encore un。C'était du rapide encore. お宝のふりをする悪いやつはこのリュック様が成敗だよ。うわあ、雷。雨？どうしてこんなに晴れてるのに。あ、non。これって。La reine mimique。ミミックの親玉？あ、super ça。この島をミミックだらけにしたのはあんたってわけだね。うるさーん。あんたを倒してこの島からミミックを追っ払ってやる。Allez, on va essayer de capturer ça si on peut. Pas capturable, d'accord. Donc lumière.Pas de sorte de lumière, mais c'est pas grave. Voilà. Taosta. Moi, Kaminari no kogeki nante hansoku da yo, mattaku.どうなることかと思ったけど、なんとかなってよっか。あれ？ああ！島の宝箱が！そんな。ドマージ。ミミックがいなくなったってことは、本物だけが残ってるってことだよね。こんなことでめげる私じゃないんだから。さっきのバトル。助けてくれてありがとね。さーて、お宝お宝っと。あ、早速発見。うん、悩ん、どうする、どの魂に触れる。Alors, de toute façon, c'est du 555.Hop. On reste 1, 2, 2. Ouais. Donc on va faire ce dernier de 2. La mésaventure d'Ifrit. Ah bon.
この洞窟、冒険の香りがするぞ。ごめん、ちょっとちょっと、ここのお宝は私のもんだよ。俺は別にお宝が欲しいわけじゃない、ただ冒険の匂いを嗅ぎつけてさ。じゃあさ、お宝はあげるから一緒に行こう。二人で行った方がきっと楽しいって。お宝くれるの？やったー、ありがとう。よし、じゃあ一緒に行こう行こう。私はリュック、俺はバッツ、こいつはボコ、よろしくな。ああ、きっとすっごいお宝眠ってるぞ。お宝、お宝、ラララララ。なんだ、我がハントに立ち入りし愚か者どもへ、ここへ来たこと永久に後悔するであろう。おお、すげえ、かっこいいミラージュだな。ほんと強そう。メラメラしてる感じ。こいつらちっとも怯えてない。我はイフリート、侵入者は骨まで焼き尽くす。バッツバッツ、こりゃ絶対お宝あるよ。お宝はこういう強そうなのが守ってるって決まってるもん。さすがリュック、冒険の掟が分かってるな。こりゃリュックの言ってたすんごいお宝が待ってるぞ。おい、お前たち立ち去らないと。邪魔をするな。今のまさかイフリート、私たちを守ってくれた。え、いや、私たちを助けてくれたんだよ。でも私たち守られるだけじゃないよね。ああ、俺たちも守ってやる。え、おお、別にお前らを助けた。遅いしでしょ。ah, enfin un petit combat intéressant.
s'affaiblir, ça va. Ah zut. Ça revient pas mal, donc ça va. De faire un extra soin. Et voilà. イフリート、本当は俺たちの味方だったんだな。いや、そういうわけでは。イフリートっていいやつだね。お宝奪ったらかわいそうだから、私諦めるよ。そうだな。イフリートは俺たちのことを守ってくれたんだからな。その通り。貴様らの熱い心、恐れ入った。Comment ils essaient de se défendre? あと一つ言っておく。宝などもとより存在せぬぞ。え？そうだったの？なんだ、つまんないの。しょうがないよ、リュック。次があるって。そうだね。やっぱりすんごいミラージュとすんごいお宝がないとワクワクできないよ。ほら、イフリートは味方だったからダメなんだよ。秘宝の番人との死闘みたいな展開じゃないと。わかるわかる。番人が侵入者を排除するとか言って襲いかかってきたりしないとね。え？でも私は諦めないよ。きっとどこかにすんごいお宝が眠ってるはず。いいぞ、リュック、その息だ。ごえん、遊ばれるなんて恐ろしいやつらね。Bon, les deux étoiles c'est fini, on va les chercher. こんにちは。どうする？どの魂？ Allez. C'est ici. Noix de vie, donc 3, 3, 3.3 de 3 3 4 5 6 3 de 3 et 5 de et 6 de 4. On fera ça la prochaine fois. Voilà, on va les sauvegarder. Sauvegarder. Voilà. Hop. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, dans la bonne humeur. Et surtout, n'oubliez pas, restez positif. Don't lose your